スイングするバットが直撃メッツ7-5、カージナルス、日時間8日、セントルイス悲劇に、場内は騒然となった。カージナルスのウィルソン・コントレラス捕手は7日、日時間8日のメッツ戦に出場。2回の守備で、打者のスイングが左腕に当たり、骨折となるアクシデントがあった。2回、メッツの J.D. マルティネス外野手のスイングが、投球を取ろうとした左腕を直撃。バットに叩かれる形となり、コントレラスは転がり込んで悶絶。ベンチ前で座り込んで涙を流した。トレーナーが飛び出し、ここで試合を退いた。診断結果は、左腕の骨折で、正捕手が離脱を余儀なくされた。31歳のコントレラスは、強打の捕手で、2022年までカブスでプレー。2023年からカージナルスに所属しており、今季は試合前の時点で打率、274、6塁打12打点の成績だった。まさかのアクシデントに、ネット上のファンからも、これは、私が見た中で、最悪の捕手の怪我の一つだ、悲劇だ、これはひどい、信じられない、なんてこと、見たくないと、嘆きの声が上がった。フルカウント編集部。